ペレムイシュリ公国とは、ペレムイシュリを首都として11から13世紀に存在したルーシュの公国の一つである。TZPVGKIKR 関連書公国の首都の一図 P、ペレムイシュリ T、テレボブリ Z、ズベニゴロド G、ガーリチ V、ウラジーミル・ボリンスキー1084年、イズゴイクニャージとなっていたロスチスラフ・ウラジミロビチのコラによってボルイーニ公国から分離した。 具体的には、ロスチスラフの子らは一時ボルイーニ公国の首都、ウラジーミル・ボリンスキーを落とすが、ボルイーニ公やロポルクとの戦争に敗れる。その後、キエフ大公フセボロド一世の裁量によって、ロスチスラフの子の中のリューリクが公国を受領したことによる。1092年にリューリクは、このないまま死亡し、その弟のボロダリが、公くらいについた。 1997年のリューベチ諸公会議によって、ペレムイシュリ公国は、ボロダリの世襲領となることが決まった。しかし同年、ボルイーニ公ダビドがボロダリの弟で、同会議で、テレボブリ公となったバシリ公を襲い、リューベチ諸公会議での決定事項を保護にした。さらには、キエフ大公スブヤトポルクニセイが、テレボブリ公国を狙っていた。それに対し、 ボロダリラは1 9 9 8年にキエフとチェルニゴフの軍勢を破った。また、1 9 9 9年のブヤグルの戦いでは、ボロ別族のボニャークと同盟し、ハンガリー王国軍を破った。1124年のボロダリの死後、ペレムイシュリ公国とズベニゴロド公国をボロダリの子らが領有した。ズベニゴロド公となったウラジーミルは、ハンガリー王国の協力を得て、 ペレムイシュリ公国を治領に加えようとした。一方、ペレムイシュリ公となったロスチスラフは、テレボブリ公ロスチスラフ、ガーリチ公、イヴァン、キエフ大公ムスチスラフ一世以来の援助を得て、大公した。その後ウラジーミルが、ペレムイシュリ公となり、先に死亡した、ロスチスラフ領のテレボブリ公国、イヴァン領のガーリチ公国を継承し、これらの公国を統合した。 ガーリチ公国が成立した。また1144年にズベニゴロドヴァンによるガーリチ放棄を鎮圧した後、ズベニゴロドとイバンの資料をも併合した。このようにして、ペレムイシュリ公国はガーリチ公国の一部となった。さらに、ガーリチ公国は1199年にボルイーニ公国と合併して、ガーリチ・ボルイーニ大公国となる。この時期には、 1210年から1211年に分領地公としてスビアトスラフがペレムイシュリ公に着任1214年にポーランドオーレシェク一世が領有1226年から1227年にかけてハンガリー王国の王子でガーリチ公のアンドラーシュの分領地1235年から1238年にルーシ系のガーリチ公ダニール領となるなど ルーシポーランド・ハンガリーの三勢力が絡む当事者の変遷が見られた。首都のペレムイシュリは現在はポーランドのプシェムイシルとなっている。国本哲夫、ロシア原初年代記、P278 国本哲夫、ロシア原初年代記、P283 国本哲夫、ロシア原初年代記、P292、税、税、3.7リバース、リバース ありがとうございます。